ザ・ツライト。ヨシノたちとおしゃべりしてるときは大丈夫なんだけどね。それじゃ、折り紙たちを探しつつ帰る方法も調べてみるか。もし前回と同じなら、俺たちが呼ばれた原因を見つけて、それをどうにかすれば元の世界に帰れるだろうしな。うむ、任せろシド。では行くぞ。どうしてそんなに迷いがないんですか？違う世界に来たってえらい大事だと思うんだけど。2回目だからな。もう慣れたぞ。うーん、これが芸歴の差。先輩風を吹かすトオカちゃんも可愛いな。だけど原因か。あ、そうだ、カサンドラさん、何か心当たりはありませんか？え、私ですか？ああ、そういえばベルは夢ってやつに従ってここに来たって話だったよな。うん、だからカサンドラさんなら指導たちが来た原因に心当たりがあるかもって。私はその初対面の人に夢の内容を言っても冷たくされるというか、むしろ初対面じゃなくなっても冷たい目を向けられますけど、でも初めての人にうろんな目を向けられるのも正直しんどくて、好きな人とパーティーを組めば必ず余り物になるくらい悲惨な私の言葉なんて当てにしない方が。ああ、夏美さん、あんた、はい。カサンドラって言ったわね。さては、トイレでお弁当食べる口でしょ。え、それだけじゃないわ。普段から机で昼寝して陽キャの輪に入れない言い訳したり、修学旅行のグループ分けが憂鬱だったりするはず。修学旅行？おい、夏美？ああ、うん、ごめん。なんか同じ魂の波動を感じて。心なしか声も似てる気がする。生まれ変わりか何か？いや、私なんかと似てるって言ったらいくらなんでも失礼か。ごめん、取り消すんで訴えないで。名誉毀損するつもりはなかったの。そんなことしませんよ。それを言うなら私の方が。いや、私が。いや、私が。見事なネガティブスパイラル。放っておくと二人で地の底まで潜っていっちゃいそうだね。夏美もすっかりカサンドラと仲良しだな。本当に？
声も似てるし、いいんじゃない？なんだか前にも見た気がするぞ、こんな光景。かぐやとかリリルカとか。ぬひゃー、またおっかないのが出た。敵だ、迎え撃つぞ。よし、やったか。お、どうした、ベル？あ、うん、なんでもない。そうか、ひとまずここで固まってるのは危なそうだし、場所を移そう。ゼノスと交流したからモンスターの表情がわかるようになったなんて言うつもりはないけど、今戦ったモンスターたち戸惑ってた。